2010EK139 とは、純惑星の候補天体である、太陽系外縁天体の一つ。2018年9月25日、スラブ神話の自然ともり、史料の女神にちなんで、ジェバンナと命名された。2010EK139 は、ラスカンパナス天文台にてオギルが2010年3月13日に発見した小惑星である。観測情報の精査の結果、 2002年、2003年、2005年にも、ニートによって合計12回観測されていたことが分かった。2010EK139 の軌道長半径は 69.2AU であり、光転周期は575年である。これは、海王生徒の2、7の軌道共鳴に相当する共鳴外異天転体である。2、7の軌道共鳴は珍しく、 他に 2001kV76 と 2009km30 しか知られていない。また、これは関係性が確実な中では、1、4に相当する 2003LA7 に次いで、高転周期の長い関係である。2010EK139 の軌道離心率は0.530もあるため、 近日点距離は、海洋星にほど近い 32.53au。遠日点距離は 105.8au となる。また軌道傾斜角はやや傾いており、29.442度である。次回は2038年11月22日から26日に、近日点に達すると計算されており、逆算すると、前回は1463年8月13日に、 近日点を通過していたはずである。2010EK139 の絶対等級は3.8であり、これは小惑星番号が付与されていない中では、最大の値である。2010年12月23日に、ハーシェル宇宙望遠鏡は 2010EK139 を観測し、アルベド0.25プラス0.020.05と測定した。 この値から推定される2 0 1 1 e k 1 3 9の直径は470プラス3 5 0トルである。一方、欠点問題でマイケル・ブラウンが観測した結果、衛星を発見することはできなかった。衛星があれば、その後天周期から質量が判明するが、それがない場合、質量は平均密度を仮定した推定となる。仮に、 冥王星型天体によく与えられる値である2 0グラム毎立方センチメートルを仮定すると、質量は1 09, 0 9 0 2 0ラムとなる。その他、2010EK139 の時点周期は7.07時間と測定されている。また、アルベドと距離から推定される表面温度は、最大摂氏228度最低摂氏247度となる。 ありがとうございます。